しましょう。エントリーナンバー106番ナンバーのお食べ祈りの皆さんです。ナンバーのお食べ祈りは設置して15年で次回のお届けのデートは15歳でナンバー3番の方です。1995年からお若と5年ぶりにあるフロントルームの名本校主催クルーがアロマルーリーに主人。2013年には唯一卒業の称号を授かり、うちの娘3人に次ぎ4人目の金蔵として認定されました。98年から五反田で本格的な裏授業をはじめ数々のコンペティションにも出場し、さまざまな賞を受賞。2013年には歌舞伎ハワイアンフェスティバルフラットペティションにて総合優勝を収め、ハワイで最も権威のあるフラ協会レインボーマークフラフェスティバル小池ステージにて2010年、2014年と2度にわたり日本代表としてステージに立ちました。1曲目はファンロケ。ロケとはマウイ島の島々でバラを意味します。愛する人をバラの上に抱えて、そのバラの独特の甘い香りが漂ってくる時、愛しい恋人のことを思い出します。またのソースがフラストに歌います。それではどうぞ。